佐賀県立有田養業大学校の卒業制作展が23日、有田町の九州当寺文化館で始まりました。会場には卒業生と修了生39人がおよそ500点の作品を出品しています。優秀賞を受賞した高須悠さんの作品、原始からの展望は変形の絵皿35枚です。 世界各地に残る古代壁画をモチーフに、多彩な技法で動物や気化学模様を描きました。今井門賞には戸田慎吾さんが選ばれました。伝統技法ホタルデの手記は幻想的な光の演出をしています。このほか、人の臓器をイメージしたオブジェなど個性的な作品が目を引きます。 卒業制作展は28日まで開かれます。また来月11日から16日には福岡アジア美術館でも開かれます。